独立広場は、ウズベキスタンの首都タシュケントにある広場である。1865年に、ロシア帝国がタシュケントを占領しこの地に、トルキスタン総督府が置かれると、軍政機関である総督府と隣接する形で大聖堂が建設され、その前の広場は大聖堂広場と呼ばれるようになった。しかし、ロシア革命後、ウズベクソビエト社会主義共和国が成立すると、これらの建物は破壊され、以降、この広場は赤の広場と呼ばれるようになった。1936年には広場に、モスクワ出身の彫刻家、ボリス・コロリョフの作によるウラジーミル・レーニンの銅像が建設された。1952年から1954年にかけて広場の改修が行われ、広場の前にあったウズベクソビエト社会主義共和国の艦艇が国家の一級建築物に指定されるとともに、それまで広場にあったレーニンの彫像はウルゲンチに移管され、新たに彫刻家マトベイ・マニゼルによるレーニンの大理石の彫像が建設され、レーニン広場という名称に変更された。1966年に起きたタシュケント地震では、広場も大きな被害を受け、再び改修工事が行われることとなった。ウズベクソビエト社会主義共和国建国50周年にあたる1974年に広場の改修が完了。広場は、以前の 3.5 倍の大きさにまで拡張された。また、レーニンの彫像も広場の改修に合わせ一新されることとなり、以前の彫像はサマルカンドへと移管、新しい彫像が制作された。また、この改修以降毎年5月1日には軍事パレードが開催されるようになり、式典広場とも呼ばれるようになった。1991年9月、ウズベキスタンがソビエト連邦から独立を果たすと、1992年に広場は再び独立広場と改名された。レーニンの彫像は撤去され、代わりに地球儀を模したモニュメントとその下に母子の像が配置された。その後2006年にも改修工事が行われて、現在に至る。現在はタシュケントの中心広場として機能しており、祝日や特別行事などの際には、独立広場で式典もしくは軍事パレードが開催されている。また、独立広場内には、ウズベキスタンの公共教育省と文化スポーツ省の建物がある。ウズベキスタンの国立競技場、パフタコール・マルカジースタジアムの裏側に位置する。ウズベキスタン鉄道のタシュケント駅からはタクシーで約10分。ありがとうございます。